でもね、本当にね、ないんですよ、サイズが。何も、マウントでも何でもなく、ガチでない。し、S、M、L とかあるじゃん。まあ、やっぱ一番上のサイズを買うんだけどさ、胸のところと、その、体のところと、なんかしっくりくるやつがないんだよね、あんまり。無限に探し続けてる。買っては、違うな、買っては違うな、みたいなの繰り返してる。でもね、真剣にね、悩んだ時期もあったんですよ。あまりにも、その、服を選ぶし、下着も選ぶし、可愛く服が着れないとか、いろいろガチで悩んで、本当に死後吸引をしようかなって思ったこともあったんだよ。でも、胸の死後吸引って、実際問題結構難しいらしくて、もったいない。いやでもね、なんかデメリットだなーって思うことは多くても、あってよかったなーって思うことないんだよなー。運動とかもね、そうそうそう。なんか しにくいというか、ちょっとカナダに呼んできて。あーでも、なーなみにやっぱね、可愛い洋服とか下着とか好きだからさ、いろいろ買いたいんだけど、本当にないんだもん。にもかかわらず、未だね、成長を続けるという。もういらないよ、止まってくれって思う。この間言ったけどさ、コロナでラビンさん5キロ痩せたんだけど、胸も、いや、さすがに脂肪から痩せただろうと思って、思ったら全然痩せてなくて、なんなら若干、なんか、でかくなったかみたいな。意味がわからない。もう成長期止まってほしいですね。ちょっとでもね、病院もね、一瞬考えた。あまりにもちょっと謎すぎて、体が痩せるのに胸が大きくなる。成人してからこんなにあるかと思って。わかんないじゃん。何かしらの病気が隠されてる可能性もあるじゃん。ちょっとね、アミンは最近、悩みでもあるし、ガチで不安にも思ってる。胸が、でかくなり続けて不安なんですって。